上レギベリはフランス海軍が建造した全土球戦艦であるが、フランス海軍では依然として、装甲艦も戦艦も艦隊装甲艦と呼称しており、区別はしていない。本艦はフランス海軍の1890年海軍計画により、主力艦24隻を配備するべく10年間で10隻の戦艦を開始し、本艦はその3隻目であった。命名は、 フランス海軍の海軍大将であったベルナール、常歴ベリにちなむ。設計者は、アントワーヌ・ジャン・アマブル・ラガヌで、設計歴には、国産では、マルソー級、マルソー、輸出用戦艦ではスペイン海軍戦艦、ペラーヨやチリ海軍戦艦、カピタン、プラットの設計を手掛けたベテランである。本艦の建造途中の百九十三年に、ロシア帝国海軍のトゥーロン訪問があり、 普通路の神前セレモニーの一環として、本館の浸水式が盛大に取り行われたエピソードがある。この時の催しは、大成功で翌1894年に締結されたロフツ同盟において、フランス海軍の最新技術がロシア海軍に供与され、それに伴い本館の設計は、ロシア戦艦に強い影響を与えたのである。また、後に、ラガヌは、ロシア海軍戦艦。 生猿エビチを手掛けた。第一次世界大戦においては、地中海の北アフリカフランス間の輸送船団の護衛を務め、ガリポリの戦いにも参加した。1919年に退役し、1934年に売却された。本艦の武装、走行配置を示した図。船体形状は、カルノーよりも強く引き絞られた特徴的なタンブルホーム型船体となっている。 これは、推薦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、推薦下部の艦首艦尾は著しく突出し、かつ、原則艦板よりも推薦部装甲の部分が、 突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水旋下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく走行を張る。 全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ走行を張る面積が減り、船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。ほぼ垂直に切り立った艦首から、艦首甲板に3 0 5センチメートル単装手法等が一機の背後に司令塔を組み込んだ環境から、ミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとは、マストの上部あるいは中段に、 警防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。これは当時は水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見張らせる高所に大水雷撃隊用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦には必須の装備であった。 本館のミリタリーマストは内部に階段を内蔵した円筒状となっており、上部には2層式の見張り台が設けられた。上下の見張り台には4つの開口部があり、下岸部のみ 47mm 単層速射砲が1機ずつ、計4機が配置され、後部ミリタリーマストも同形式で前後4機ずつ、計8機配置された。全部ミリタリーマストの背後には、 断面図が小半径の煙突が2本立ち、その周囲は関西堤置き場となっており、豊富なクレーンにより水面に下ろされた。関西堤置き場の後部にはミリタリーマストが立ち、その後ろに 30.5cm 単層主砲塔が後ろ向きに一機配置された。本艦の原則乾板は存在せず、船体中央部の張り出し部に 27cm 単層副砲塔が 船体中央部に、片言1機ずつ、計2機配置された。特徴的なのは 14cm 砲の配置方式で、他の艦は 14cm 単装砲塔を片言4機、計8機が配置されるのに対し、本艦では、小スペース化のために 14cm 単装速射砲8門を連装砲塔に収め、前後ミリタリーマストの左右に1機ずつ、計4機8門配置した。 この配置により、監守備線方向に、最大 30.5cm ト1砲 27cm セ2チ 14cm 砲4門が、試行でき、左右方向には、最大 30.5cm ト2砲 24cm セ1チ 14cm 砲4門が、試行でき強力な火力を誇っていた。世界の感染増加第38週。 フランス戦艦士、ありがとうございます。